皇位継承に関する有識者会、重くる感じがありましたね。昨日12月6日に首相官邸での会合で報告書の骨子案について了承しました。皇位継承順位は現状のまま維持し、皇族数の確保、こちらがね喫緊の課題ということで、今皇位継承そちらのね、順位というものは一番目が秋篠宮様、そして秋篠宮、今のね天皇陛下の弟である秋篠宮様が一番、そして秋篠宮様の次が、悠仁親王ということになり、さらにですねもう一人実は皇位継承者おりまして、誰かというとですね常陸宮様なんですね。常陸宮様誰かっていうと上皇様の弟です。なので、まあ、先祖返りじゃないですけれども、天皇今のね天皇陛下よりも上世代ということになるので、まあ、実質的には皇位継承されることはないと思うんですが、男子という意味でいくとですね、上皇様も含めて5名しかおられないでいう状況が今の皇室です。で、女性もね含めた皇室の人員というのは17人ということになっておりますが、先ほど眞子さま、結婚期にね皇籍を離脱しまして、女性は結婚するとどんどん皇室から離れていってしまうということになる中、まあ、皇室数、皇族のね数をどういうふうに確保していくのか、そして皇位継承者こちらをどういうふうにこうなんとかね、増やしていくのか、この2点がやはり今の皇室にかかる最大の課題ということになっております。皇族数確保どういうふうにしていくのかということで、一つ目、今回の報告書の中では丸一として女性皇族が結婚後も皇室に残る案、こちらをねしっかりとやっていこうと。その一方で旧皇族の男系男子こちらを養子にする案、こちらを併記したということになります。報告書年内に取りまとめ検討結果を国会に報告するということになりますが、基本的にはですね皇位継承に関して女性皇族は結婚後も皇室に残るんだけど、女性女系天皇の是非には踏み込まない、皇位継承順位は今の現行から維持するという状態、そして、今後旧皇族の男系男子、養子として皇族に入れていくということも考えていこう。でもし、丸一とか丸二、今ね女性皇族が結婚後も皇室に残る丸一、丸二、旧皇族の男系男子を養子として皇族に、残す、招聘する、こちらで十分な皇族数を確保できない場合にはさらに、旧皇族の男系男子を、皇族に復帰させていくことも検討していこうというようなね、まあ、こういった、話になっております。皇位継承資格については先ほど申し上げました通り秋篠宮様、が1番、2番が秋篠宮家の長男悠仁親王、そして、3人目がですね上皇様の弟の常陸宮様、こちらの3人が皇位継承資格を有するというところについてはこれまで通り変えないということで、女性女系天皇の是非には踏み込んでいかないということで、まあ、国論を二分するような話には今このタイミングではすべきではないということになったかなというふうに思います。まあ、やっぱりね戦後に皇室を離脱した旧皇族男系男子、これをねどういうふうに養子にしていくのか、男系男子による皇位継承道を残していくというところですが、まあ、やっぱりこう、やっぱり悠仁親王のねお妃になる方、まだね、中学生ですけれども悠仁親王もうね絶対に男子を産まなきゃいけない、なんだったら一人じゃなく二人三人は産んでくれなきゃ困るみたいな、今のねこの少子高齢化の社会において、男を絶対産んでくれっていうのはとてつもないプレッシャーですよね。もともと大正天皇男子4人産んで、いるわけです。もともと明治天皇までは側室がいて、大正天皇ご自身も側室の方からね、生まれた、そういったところからですね大正天皇自分の実の母とその名目上の母の間でのいろんなこう葛藤というのもあり、俺は、側室は持たんというふうに大正天皇取り組まれ、でみんながいやそんなことしてでもね皇室の数とか男子が生まれなかったらどうするんですかみたいなことに対してはですね、お妃様
九条貞子さんがですね、4人男を産んだということで、大正天皇、ほら見ろと、愛の力だというところにね、まさになり、そして、その後、大正天皇、ね、まあ、その後昭和天皇も、最初ね、女の子ばっかが生まれて、これも非常に苦しい状態だったんです。昭和天皇のお妃様も精神的にかなり追い詰められて、ね、まあ、昭和天皇の息子、子供が生まれなかったとしても、まあ、他にね、あの男子がいるからいいじゃないかというわけでもなく、やっぱり昭和天皇になぜ男子が生まれないんだということで、非常に苦しい思いをされていたと。解任してもまた女の子かみたいなね、また女の子かっていうのも失礼な話なんですけれども、まあ今から80年以上前の話なんでね、ちょっと許してあ、げてほしいんですが、まあそういったことがあったと。でも結果として、上皇様と常陸宮様2人産んでと。で、さらにその後、上皇様の中にも2人男子が生まれ、できたんですが、なかなか他にいい男子が生まれてこないという状況で、今、天皇陛下の次の世代は、常陸宮さんは上の世代で、悠仁親王しかいられないと、おられないという状態になってしまっていると。まあ、とてつもないプレッシャーがね、悠仁親王のお妃様にかかってしまうと。そんな状況の中で本当に、自由恋愛なんてできるのとかね、いろんな、憶測流れてき、ておりますけれども、やはり皇族数安定的に、こう生物学的なね、ものに頼るわけじゃなくて、仕組みとしてどういうふうに、確保していくのかというところ、これをね、しっかりと考えていってほしいなと思います。年内に、報告書を取りまとまったタイミングでですね、もう一回、改めて取り扱っていきたい話題だなと思っております。